いやー、最近仕事が多くて大変ですよ。休みの日サバゲーでもやってみようかなー。ということで皆さんこんにちは。取材担当の高階奈緒です。どうもよろしくお願いしますねー。パワポケ考察の人数が少ないから大変ですよ。お客さんですね。どうぞ入ってください。どうもー。白瀬ふき子です。どうもよろしくー。お、白瀬さんですね。どうもよろしくお願いします。今日は私の静止を教えてほしいの。私ってパワポケ8から14まで登場してるじゃない？でもどんな歴史を辿っているかってよくわからないじゃん。まあ、パワポケのほとんどのキャラクターがそんな感じですからね。わかりました。それじゃあ開始させていただきます。開始です。ということでこれから白瀬ふき子の静止についての考察を開始させていただきます。まずは簡単にこのキャラクターの紹介をさせていただきますね。白瀬さんはパワポケ8に初登場した彼女候補。CCR の隊員で男社会で生きていくために、虚勢を張っているキャラクター。ハッピーエンドとバッドエンドが嫌いでビターエンドが好き。極度のロマンチストだが自覚はなく、頭も悪くないため現実的な行動をどこか投げやりで悲観的に取ることが多い。いつ死んでもおかしくない仕事であるため、夢は好きな人に見取られながら死ぬこと。第3世代のアンドロイドで寿命も短いことがわかっていますね。詳しくは、パワポケ考察アンドロイドとサイボーグの違いとは何か、をぜひ見てください。簡単に言うと大神の工場で作られたアンドロイド。CCR の隊員ってことを覚えてもらえばいいです。それじゃあ早速彼女の静止を紙芝居のように紹介させていただきますね。では白瀬さんの静止を語らせていただきます。彼女は大神により作られた第3世代のアンドロイド。人格データには夜道さとみが使用されており、ロマンチストなのはそのせいですね。CCR というサイボーグ対策室に所属するための適正試験で優秀な成績を残し、戦闘技術も判断力も一流。アンドロイドの中でも非常に優秀な存在でした。しかし、彼女はこの組織に入った頃にあることに気づきます。CCR って政府の組織じゃなくて、大神がアンドロイドの実戦投入のデータを取るための私兵集団だったのね。そうです。彼女は大神の真実に気づいてしまった。その中で大神のデータを入手するため、大神という組織でパワポケ8主人公のバックアップをしながら、様々なデータを探っていましたね。つまり適正テストの結果は反落の可能性が少ないと思わせるため、組織にとって都合の良い結果を残していたのです。そうね。確かにそうだったわ。そんな中彼女には好きな人がいました。それはバックアップを担当していた人物。パワポケ8の主人公ですね。この人物と会話をしているうちに、白瀬の中に好意が芽生えました。なんといっても白瀬はロマンチスト。夢は好きな人に見取られながら死ぬこと。気づいていないだけですが、確実に彼のことを好きになっています。そんな彼に白瀬はあることを言われます。それは銃弾数。彼女は銃を4発連続で撃つ癖があります。そのため主人公は彼女にそれを直せと言います。そんなことをさらっと聞き流しつつも、時が経ち。ポケ8主人公が CCR の真実に気づきます。この組織は自分たちを実験材料にしている。政府の組織なんかじゃない？そのことに気づいた主人公と白瀬は戦闘。好きな人でもこいつを倒さなければならない。しかし、その勝負に敗北。最後は殴られ気絶。救急車を呼ばれ見逃されます。そして CCR は解体。その直後か直前かわかりませんが、ブギウギ商店街でカレーを食べ、いろいろな場所に赴き、6年が経過。大神。現在は津波に対して敵対心を持っており、津波の裏の計画を暴くために立花2号の所持していたメモリーチップを入手し、解析。うずきと繋がっており、日々裏を暴くために活動しています。ちなみにうずきは警視庁刑事部捜査第一課特殊捜査第一係の警部。立花2号のメモリーチップはタイムマシン理論に関するデータが入っていますね。しかし、津波はパワポケ世界では巨大組織。そんな組織の裏情報を手に入れようとすれば、その刺客に狙われることになります。その調査をしていたうずきはとある人物に襲撃されることになります。その名も神森会。第4世代のアンドロイドであり、白瀬の新型。つまり白瀬より性能上上の人物であります。しかしそんな人物に人間であるうずきが勝てるわけでもなく、助っ人を呼ぶことになります。その助っ人こそ白瀬ふき子。旧型の白瀬と新型の神森が打ち合うことになります。勝負の結果、白瀬ふき子が勝利します。勝利の要因は連続で4発銃弾を打ち込まなかったこと。
上森は4発撃つのですが、白瀬は3発。この1発の隙が勝負の結果を大きく分けました。勝負に勝った白瀬は宇月に報告、さらに働いていないニート男、ボケ12主人公、に対して、アンドロイドの寿命は人間の5分の1だという内容を伝えました。それと同時に彼女の夢が宇月により語られます。その夢は好きな人の目の前で死ぬ、こと。本音はそれですが、他人には雨の降る夜のビル街で死ぬ、ということを話しています。そのまま5年が経ち、彼女はヒーローたちの協力者、上森ハンナの護衛として登場します。15年前に製造された体はすでに耐用限界時間を超えており、薬で抑えない限り常に咳き込んでおり、見た目も目の下にクマができている状態で、死のカウントダウンが近づいています。そんな中彼女は自分の人生についての答えを導き出します。彼女にとっての人生とは、その人生は価値のあるものだったのかどうか、最後まで頑張って生きる、それこそが彼女の出した結論だった。だからこそ彼女は自分の任務であるハンナを守るためにその命が朽ちるまで、一日一日を必死に生きた。そしてハンナを守り抜き、知らせは去っていきました。そして、彼女はその日が来るとはっきりわかりました。そんな彼女は今日という日のために用意した場所に向かいます。その場所は雨の降るビル街。今日の天気は雨。自分らしいなと思いながら傘もささず雨の街を歩きます。彼女の中に憎しみも悲しみもありません。ただ、今日という日まで全力で生きたことを誇らしく思いながら、自分の人生の価値をしっかりと感じながら、彼女は最後の一日を過ごしました。彼女の最後は、理想、ではなく、嘘のイメージ。ビターエンド。彼女らしい結末で、白瀬の人生は終わりを告げました。以上が白瀬吹子の歩んだ人生です。そっか？やっぱり私にハッピーエンドは似合わないわよね。ありがとう。ちなみに静止でパワポケ8主人公が知らせと付き合ったかどうかはよくわかりません。パワポケ8主人公が今どうしているのかの情報がわかっていないので、その辺はパワポケ考察パワポケ8主人公とは何者か、の動画をぜひ見てください。しかし野球ゲームの彼女と思えないような人生を過ごしているわね。まあでもこのロマンチストな部分が彼女の大きな魅力だと思いますね。ということでまとめいきましょう。白瀬吹子は大神で生まれるが、12にて大神と敵対。津波の情報を手に入れ、ハンナを利用しようとするジャジメントからハンナを守って最終的に死亡してしまう。寿命によってビターエンドとなる。それこそが白瀬吹子と考えられますね。なるほど。まさか最終的に死んでしまうなんてね。でも、パワポケ14って静止はわからないでしょ。確かに静止はわからないかもだけど、白瀬さんが死亡してしまうのは 100% だよ。なんせ寿命で亡くなるからね。はぁ、ロマンってやつね。死ぬ運命から抗えない女性が頑張る。そんなキャラクターがいても面白いんじゃない？いいねぇ。特ダネだよ。はぁ、抗えない運命か。まあでもしょうがないわよね。それじゃあ仕事に戻るから。それじゃあね。世の中にはいろいろな人がいるんだねぇ。この世には不思議がたくさんある。やっぱり世界って面白い。それじゃあ皆さんお疲れ様。じゃあな、大佐。